体調はいいですね。はい。今回はかなりやりましたね。今年入ってあんまり量は追い込めずにいたんですけど、まあ4月の試合終わってからすごい量は追い込みましたね。はい。はい。あの時点では、あれが自分の全てだったかなと。全力は尽くしきった結果なんで、反省する点はいっぱいありましたけど、後悔はないですね。はい。あれが全てでした。はもう気持ちはだいぶこう切り替わって。そうですね。はい。もう切り替えないと何も始まらないし、あさって勝つためには、もう一刻も早く切り替えないとダメだと思ったんで、はい。最後まで諦めないってよく言われてますけど、はい。まさにそんな感じ。そうですね。勝っとる時だけ、諦めないとか、勝つまでやれとか言っとるのではちょっと口だけなんで、負けた時こそ自分の信念を貫かないといけないなと、はい、思いました。今回有利メス相手になるんですけども、もう昔から知ってると思いますけど、はい。研究っていうのはどうなんですか？そうですね。大体作戦とかは会長にビデオを見てもらって、立ててもらうんで、会長にはビデオを見てもらいましたね。僕は、ビデオ一回見ただけです。はい。特に何を注意しなきゃいけないってありますか？やっぱパンチですね。特に左のパンチがすごい硬くて強いと思うんで。はい。で、現場で見たら、小比類巻選手との試合はそんなに動き良くなかったかなと思ったんですけど、改めてビデオで見たら、それなりにすごいいい動きしてるんで、やっぱ自分は昔から75キロ級で世界のトップ取った人だから、やっぱそれなりの実力あるなと、70でも、はい、思いましたね。はい。でも、そうですね。これから先どんだけ負けが込んでも、どんだけもう連勝したとしても、自分の目標は世界で一番になるっていう、それ一つなんで、スターになるとか、活躍して大金持ちになるとかっていうのは、それはもう後から勝手についてくるものなんで、自分の目標はもうまずは世界一なんで、それしか目指してないですね。はい。いや、僕はまだ奇跡を信じてます。はい。ベストを尽くして尽くして尽くし続ければ、そのうち奇跡が起こるんじゃないかなって。はい。僕がセミで正雄選手の試合メインで、正直本戦のトーナメントの人たち、自分は負けたんで4月、正雄選手はチャンピオンなんでいいあれですけど、自分負けたんで本戦の選手には申し訳ないという気持ちはないですけど、それ以上の見せなきゃいけないなと思いますね。正雄選手の試合に関しては、
まあどうなんでしょうね、世間が思うほど格闘技やってる人たちはそんなに注目はしてないんじゃないかなと思います、はい、まあ当然そうでしょうね、はい、海外の K-1 ファンの人であのカードを見たい人は果たして何人いるのかなって、キシェンコ・サワーとかクラウス・ペトロシャンの試合の方が、まあ、マニア的には本当に楽しみですよね、はい、まあ、まあ今回に限っては正直勝てりゃなんでもいいかなって、とにかくもう死に物狂いでもう相手叩き潰すつもりでいくつもりです、はい、どんな試合見せたいとか言える立場じゃないですね今は。